はい、今回2024年7月号のトヨタの最新納期、新型車の情報、リコール情報、で型式指定の認証不正に関数ですね、最新情報を紹介して、でまずは最新納期の前にリコール情報からで、直近で6月14日、まずノア、ボクシーと25車種ですね、リコールが発生。対象生産期間からして新型ですね、2022年11月から2023年9月まで、パウナミックビューモニター、バックガイドモニターに雨水等が侵入する不具合で、回路が腐食して導通不良となり、カメラ映像は映らずに車両周辺が映らない恐れがあって、修復内容の方は全車両当該カメラの製造番号を点検し、該当する場合においては良品と交換で、ドイツにですね、6月14日にハリアーの方もリコールが発生。対象生産期間、令和6年2月2日と2月3日、前面及び後面ガラスにおいて接着工程の管理が不適切なため、接着が不十分、最悪の場合ですね、ガラスが脱落する恐れがあって、修復内容の方は全車両当該ガラスを新品に交換。で、型式指定に関するですね、認証不正について、トヨタからは7車種の不正が発覚。生産終了したアイシス、クラウン、シエンタ、RX 4車種に関してはですね、現行モデルとして生産されているわけではないんで、受注にはですね、問題はなくて、その他の3車種、6月6日からですね、生産、出荷、受注停止中のカローラ、フィールダー、アクシオ、ヤイスクロスに関してはですね、今の時点でも生産、出荷、受注の方は停止中で、本来は6月28日までだったのが、7月末までですね、生産停止が延期している状況で、で、7月24日に発売予定だった新型クラウンエステートのですね、発売の延期が発表されて、クラウンエステート本来3月中旬にですね、発売予定だったのが、6月下旬、で、7月下旬と、さらにですね、発売日が延期して、10月前後になるんじゃないかって言われてますね。はい、では続きまして、トヨタ車の最新納期、コンパクトカーカラーで AS、ガソリンもハビットもですね、お問い合わせくださいになって、オーダーストップという話は聞かないんで、店舗によって違ってくるんですかね。で、アクは最近納期の方を長期化してきて、全グレード10月中旬。まあ、それでも3ヶ月半ぐらいですかね。カロスポ、ガソリン車、11月上旬のハビット、12月上旬。カロスポもですね、長期化してきて、ルーミーは納期ですね、短い状況で、全グレードカスタムも8月下旬。まあ、ジャスティとか、あとはトールもですね、同じぐらいの納期で2ヶ月ぐらいですよね。セダン、アクション、まあ、型式指定の認証不正の関係ですね。ガソリンもハビットもオーダーストップ。まあ、少なくとも来月いっぱいまでですね、オーダーストップが続いて、で、現行カローラガソリン車9月中旬。ハビット標準車が9月下旬のアクティブスポーツ、来年1月になってきてですね。で、プリウスが、ニータ ZPHEV が10月下旬。で、ニータハビットの ZG が来年2月の 1.8X 一気に納期抜いてきましたね。 X 来年2月で、で、クラウンセダンがハビットキント、まあ、10月ですね、10ヶ月の納期。燃料電池が10月上旬で、未来が9月上旬で、ミニバンがシエンタ5月20日ですね、一部開業実施。ライバル車の新型フィードですね、発売を開始して28日からですね、6月28日から発売を開始し、
ガソリン車が9月上旬の、ハビットが8月下旬。まあさすがにシエンタの方が納期は短いですかね。新型フィードはガソリン車の方はかなり納期短くてですね、今契約しても8月9月、まあシエンタガソリン車と同じくらいですよね。もしかしたらグレードによってもフィードの方が納期短いぐらいで、フィードのハビットの方ですね、特にエアの EX とかだとも来年になってくるんで、ハビットに関してもシエンタの方がですね、全グレード納期の方が短くて、でノアボクシーはまだオーダーストップ中で、まあ、今年1月にあったトヨタ自動織機の不正問題で、今回の型式指定の認証不正とか、まあ、今回のリコールとかですねは関係なくて、改良前の生産停止、出荷停止、受注停止みたいで、もう発売して現行2年半ですね経過してきて、で今年の12月から来年頭あたりですね、改良か前値を控えているということで、まあ時期的にその時にやっても3年経過してますからね、マイナーチェンジの可能性も高くて、でアルファードベルファイアもですね、改良前のオーダーストップっていう話で、8月あたりですね一部改良実施、廉価グレードの X を設定して PHEV をですね追加するんじゃないかっていう話もあってですね、アルベルオーダーストップで、グランエースオーダーストップ、グランエースどうなんですかね。ハイエースに関して8月頭にですね特S商社ダークプライムを追加するということで、で SUV ライズガソリン車9月上旬で、ハビットは9月下旬、ハビットはですねようやく7月下旬に生産の方が再開、出荷の方も再開してですね、でヤイスクロス、まあ型式指定認証不正の関係ですね、ヤイスクロスも来月いっぱいまでは最低でもですねオーダーストップが続いて、でカローラクロス最近納期の方長期化してきて、ガソリン車来年2月になってですね2月上旬、でハイットも来年2月上旬のラブ4ガソリン車オーダーストップになって、でハビットもオーダーストップになりましたね。モデルチェンジするにはちょっと早いように思うんで、でプラグインハビットだけオーダーかけて10月下旬、ハリアガソリン車9月下旬のハビットも9月下旬、でプラグインハビットマルフォートの映画ですね10月下旬で、SUV、コンパクトサイズ、ミドルサイズ、なぜかカローラクロスだけですね、納期が長期化してきて、クランスポーツ、ハビット、キントのみの受付になってですね、で、プラグインハビットは一般販売継続していて、来年2月の結構納期の方ですね、変わってきて、クロスオーバーの方が 2.5 リッターハビットが12月上旬、 2.4 リッターの方が来年1月上旬になってきてですね、今まで納期差がなかったんですけどね、 2.4 リッターの方が納期の方が伸びてきて、70K オーダーストップ、やっぱ2年ぐらいですね納期が変わってきて、250K ですね1年半か2年ぐらい、まあ金とだとそんなに書かなくてですね、300K オーダーストップ2、3年、ハイラックスオーダーストップの BZ4X 9月上旬、スポーツコペンジアスポーツ10月上旬の GIS 1年から1年弱ですね納車待ちの方が多いみたいで、 GR86 やっぱり BRZ ですね同時期に改良を挟むみたいで、 D 型限定リッチグリーンリミテッドを追加、200台限定のですね特定商社を追加するみたいで、でスープラ納期伸びましたね、全グレード来年4月になって2ヶ月ぐらい延期しましたかね、
ステーションワゴン、まあ型式指定の関係ですね、フィーダー、ガソリンもハビットもオーダーストップ中で、ツーリングはガソリン車9月上旬のハビット、標準車9月中旬、アクティブスポーツ特別賞車が来年1月以降ですね。だんだんとまたですね、オーダーストップの車種が増えてきて、まあ去年から流れがあんま良くないですもん。ダイハツの不正の関係、ダイハツの OEM 車からですね、トヨタ自動車の不正と今回の型式指定認証不正も絡んで、なかなか全車種がオーダーかけるという時期がなくてですね。はい、今回2024年1月号のトヨタの最新納期、新型車の情報、リコール情報、型式指定の認証不正に関する最新情報について紹介しました。